はい、速稼塾の方です。今回はね、速稼塾の塾生さんから連絡をいただきました。サラリーマン YouTuber J さんですね。J さんはいつもね、事業者の使える、助成金補助金、そして従業員さん、スタッフさんの使える助成金補助金、このようなね、テーマでお送りしてくださってます。で、今回はですね、事業再構築補助金ということで、これ確かね、1億5000万くらい出るんじゃなかったですかね。まあ、中小企業ですと個人事業主の方、こういった補助金をね、やっぱりこう頼りにしていく、助成金とか補助金っていうのをしっかりと使って、この難局、コロナの難局を乗り越えていくっていうのは非常にいい方法だと思います。まあ、頑張ってもね、売上なかなか出なかったりね、経費がかからずに投資ができないっていうこともありますんで、そういう時に国の制度をしっかりと使ってですね、特に今かなり国の制度、財政がね、結構ね出てるんですよ、事業者に対しては。個人に対してはね、10万円の一律定額給付金とかっていうのはありましたけども、なかなか出ないじゃないですか。でも事業してる人を通じて、働いてる人に、まあね、この経済を支えてもらうっていうことではないかなと思いますけどもね。そういうのがありますね。で、今回ちょっとね、追伸ということで、2017年にエイダをね、私が進めてる、もう熱烈に進めてたのが2017年だったんですけども、その時に購入したのが今ね、爆上がりしてましてね、J さんもそうだったんですけども、多くの方に喜びと感謝の声をいただいております。まだまだこんなもんではありません。今エイダがね、150円とか160円になってますけども、200円とか500円とか1000円とか1000円とか突破したらね、いよいよ値段が上がってきたなっていうふうな実感です。まあ、もっともっとね、時間はかかりますけども、順調に値段を上げていって、まあ、1万7000円ぐらいを目指すのが体のエダですからね。1エダが1万7000円ですからね。まあ、その辺、話半分かもしれませんけども、しっかりと見ていきましょう。それでは、J さんの事業再構築補助金の動画、概要欄につけておきますので、ご覧ください。どうぞ。